アンソニー・ロジャー・サンタンダーは、ベネズエラのヌエヴァ・エスパルタ州マルガリータ島出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のボルチモア・オリオールズ所属。メディアによっては、サンタン・デールと表記されることもある。2011年7月にクリーブランド・インディアンスと契約してプロ入り。2012年、参加のルーキー級アリゾナ・リーグ・インディアンスでプロデビュー。 43試合に出場して打率、305、4本打三32打点、6盗塁を記録した。2013年は、A 級、レイクカウンティキャプテンズでプレーし、61試合に出場して打率、242、5本打三31打点、6盗塁を記録した。2014年も A 級、レイクカウンティでプレーし、43試合に出場して、打率、 184、1本塁打、10打点、2盗塁を記録した。2015年は、A-9、マホーニングバレースクラッパーズと A 級、レイクカウンティでプレーし、2球団合計で72試合に出場して打率。294、13本類だ、51打点、4盗塁を記録した。2016年は、A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、128試合に、 出場して打率。290、20本類が95打点、10盗塁を記録した。2016年12月8日にルール5ドラフトでボルチモアオリオールズから指名され移籍した。2017年は開幕から7月下旬まで故障者リストで過ごした。その後、マイナーでのリハビリ出場を経て8月17日に初めてアクティブロースター入りし、 翌18日のロサンゼルスエンゼルス戦にて7番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に出場して打率267に打点を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加しソルトリバーラフターズに所属した。2018年は33試合に出場して打率1981本塁打6打点。 一投類を記録した。2019年は93試合に出場して打率。261、20本塁打、59打点、一投類を記録した。2020年は37試合の出場で打率。261、11本塁打、32打点だった。ありがとうございます。